ナイター正面にくっきりと優勝戦6色のボートが浮かび上がりました。ついに頂上決戦の時を迎えました。ボートレース下関海峡ドリームナイター開設63周年記念 G1 協定王決定戦優勝戦です。1号艇は白井英治、2号艇古賀茂樹、3号艇田中慎一郎、4号艇中島康平、5号艇菊池康平、6号艇馬場義也です。なんといってもここは白井英治が悲願の下関周年初制覇となるか、それとも遠征勢が阻止するかに注目が集まります。インに1号艇の白井英治、あらゆる条件は揃いました。目前に迫ったそのタイトルをしっかりと見据えます。2コースが2号艇古賀茂樹、キレキレのスタートは目を見張りました。強者が続きます。3号艇田中慎一郎が3コース、ダッシュ勢角市には4号艇中島康平、5コースに5号艇の菊池康平、ダブル康平のスタート構成があるのか。6コースが6号艇の馬場義也。優勝戦第12レース枠成進入3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。優勝戦の第12レース、スリット後はほぼ揃っていきました。最終の1マーク、速攻は1号艇の白井英治、差しに構えた2号艇の古賀、外行った3号艇田中、差した4号艇の中島も届きません。先頭は1号艇の白井英治、スタートは前提正常でした。押し切った1号艇の白井、2番手に固まる4号艇2号艇3号艇、1周2マークトップで1号艇の白井、続いて回るのは4号艇の中島康平、差し込んで2号艇の古賀に3号艇の田中、2番手接戦はなおも続く。3号艇田中と2号艇の古賀が手を並べて内に切り返す4号艇の中島康平、先頭は1号艇白井英治、セーフティーリードで2周1マークをクリア。さあ2番手争い、先取りは4号艇中島康平、差し込んだ3号艇田中に2号艇の古賀、バックスレッジ2番手はここで3号艇の田中がじわりとリードを奪ってくるも、2号艇の古賀がさあ立て直すか、一定審査。2周2マークトップ1号艇の白井、さあ2番手で回ります。3号艇の田中慎一郎、2号艇の古賀茂樹が続きましたが、ここは3号艇の田中が振り切って単独の2番手、3番手2号艇古賀茂樹に迫っているのが4号艇中島康平、その後は6号艇馬場義也、5号艇の菊池康平です。最終1マークトップで1号艇の白井が回った、続いて3号艇の田中慎一郎、続いて2号艇と4号艇が競り合いながらバックスレッジ、2号艇古賀少し波に引っかかって4号艇の中島康平が前へ出ました。上位体系1-3-4で最終ターンマークです。さあ先頭は1号艇白井英治、ついに欲しかったタイトルを手にします。海峡ドリームナイター周年初チャンプというメモリアルも加わります。上位体系1-3-4で第12レース間もなくゴール、先頭1番白井優勝のゴール、3番田中ゴール、4番中島ゴール、2番古賀、6番馬場、5番菊池がゴール、以上前提ゴールインしました。